怖いか怖くないか。はい、怖いか怖くない。今のところ怖くない。今のところね。まず死なないと思ってるんですよね。考えもしない。あんまり自分の個人的なこう生きる死ぬとかにそれほど興味がない。死ですか？ものすごい怖いですよ。今自分が知覚してるその死とか死後のほにゃららっていうのは一切多分何の意味もないので、それを考えてもあまり意味がない。意味がないからこそ死ぬの怖いんだろうなって思う時ありますよ。怖い怖くないって言われると別に怖いと思ったことはない。ちょっと楽しみだな。別に 今が嫌なわけじゃないから、死にたいわけじゃないけど、死ぬのちょっとワクワクするなっていうのは子供の頃からずっと思ってました。全然怖いってこと自体は意味がないよ。あ、だから怖くないって思ってしまわないと、あの俺が会っても楽しくない。やっぱりね、タクぐらいの時には、もう死んでいなくなるってこちょっと辛いな怖いなと思ったけど、まあ順番もあるから、あるから、あのそんなに怖い嫌だとかはそれほど思わなくなった。怖くないと思う。戻る感じはあるよね。その感じはなんでかは知んないけど、俺は普通に感覚としてあるね。だから怖くないのかな。僕は想像できないというか、わからないので、特に今のところは怖い感じ。でも怖いと思う。怖い。怖いよ。怖い。昔から怖くない。普通にいつ終わってもいいと思ってる。その死んだら終わりってことではないっていうのがもうあるから、普通にそんなに期待もしてないし、なんか生きることに。そうですね、どちらかといえば怖いですね。はい、死んだ後どうなのかも分かんないですし、それを想像するとちょっとなんか怖さっていうのがありますね。自分が亡くなる、死んだ後でも誰かが覚えててくれるように、一人でも覚えててくれたら嬉しいなとは思いますね。怖い。ハロー。天国行きたい。怖くない。
か本で見ればね、俺分かったもん。地獄の時はね、あれ、ね、大きいね谷があって、そこを歩いていてね、あれ、ね、そこでね、あれ、ね、船に乗ってね、あれ、ね、水にジャッパーをすれば行き返れるんだよ。あれ、いつ死ぬか分かんないじゃん。それが怖いもん。これ死ぬこと自体はまあ人間寿命があるからこれしゃあない。はい、怖くない派ですね。明日死んでも今死んでも悔いはない。でもそれってやっぱり大切なものがないのかなと思ってしまう瞬間でもあるかもしれない。つまり死は怖いかということですよね。怖いかというと生きる方も怖いです。同じぐらい怖いんですね。若い時からずっと生と死っていうことが作家としてのテーマでしたから、うっかり答えられないんですよ、簡単に。いつもよりも多い、6枚。いつもより多い。正直死んだことがないので怖いか怖くないかは分かんないです。部屋の電気をポチって押すのと同じ感覚ぐらいで死ぬってすごい簡単なことだと思うんですよ。例えばその自分が幽霊になった時に怖いとか怖くないとかって決まってくるんじゃないかなって。